うことの喜びを文録です。今日はペンテルの写真の紹介ですね。これ新発売のアインね、これの紹介です。うん、いや、うちのチャンネルね、もう500以上ね動画上げてるんですけど、写真についての動画はね今回が初めてですね。ということでね、どれだけ再生されるのか全然わかんない、もう未知数ですけど、ちょっとこれは一本の動画で紹介するに値する商品かなと思ったんで、それでカメラ回してます。で、ペンテルね、以前はねこういうねアインシュタインっていうね、アインはアインなんだけどシュタインっていうやつをね出してたんですよ。これがずっとね長らく続いてたんで、これがもうずっとペンテルの写真だってことで印象残ってると思うんですよ。まあ、こうやって開けるタイプ、これ回るんですよね。僕回したことなかったな、これ。ここいつもこれだけ開けてやってたんで、実は回るんですね、こうやって。こういうタイプのやつだったんですよね。こうカラフルなケースに入ってたんですけど、それがもう黒一色で統一ということになって、まあこうやってケースを変えてきたって感じなんですけど、これのケースがねむっちゃかっこいいんですよ。すっごいねちょっと男前な感じの、こうパッてねスライドさせる感じがねすっごい粋なんですよね。さって取り出してピュッピュッってね、そしたらここに、まあ一本だけここに寄るようになってるんでね、こう一本だけこう寄るようになってるんですよ。だからここの一本だけこう取りやすいっていう風になってますよね。これ見た時フリスクだなって思ったんですよね。フリスクもこうスライドさせてこう一個だけピュッて投げて食べたりするじゃないですか、 CM ではね。こうフリスクっていうね、あの清涼菓子があるんですけど、こうスライドさせてこうあの タブレットがいっぱい入ってるんですけど、スライドさせて中の1個だけをこうピュッてね投げ口に投げ入れるっていうね、そういう CM だったんですよね。なんかそれを彷彿とさせる動きですよ、これ。ピュッてやってね、ここで1本だけ出してこの1本取り出すっていうね、かっこいいでしょ。なんかで、まあ全部黒なんですごいシックだし、まあかっこいい。なんかもうな、これ男のダンディズムを感じるわけですよ、僕は。なんか柔道ローとかがねモデルやったらこれすげえかっこいいと思うんですよね。これもうペンテルが出してるっていうところがね、そこが一番大事なところなんですよ。なぜかっつうと、ペンテルってね写真の生みの親なんですよ。ということでね、もう写真といえばペンテルなんですよ。でシャープペンシルね、こう世の中にこうありふれている、このごくありふれたシャープペンシル、これを開発したのもねペンテルなんですよ。ということでね、もうペンテルってねシャープペンシルの生みの親なんですよね。まあ以前にもねペンシルはあったにはあったんですけど、全然機構がこういう機構とは全く別物で、今で言うとそれシャープペンじゃないです。もうこの今日のシャープペンはペンテルが最初ってことでね、というところで、ペンテルはもうシャープペンシルのパイオニア、シャープペンシルの祖なんですよね。そのシャープペンシルの祖であるペンテルがなんと13年ぶりにシャープペンの芯をね刷新した、でリニューアルしてね、まあこのアインシュタインに代わるね、この新たな試みをやっていったわけですよ。これがこのアインっていうやつでね、これがまあペンテルのプライドにかけた新作ですよね、これ。だからすごいものを出してきたっていう感じなんですよ。で、しかもこれの発売に合わせて1月11日を写真の日として制定させるわけですよね。ということで、1月11日は写真の日になりました。で、写真の日、今日は写真の日だよっていうふうにね、まあキャンペーンを打てるのと同時に、まあ普通の一般人の人も今日は写真の日なんだよって使うじゃないですか。で、その写真の日っていうのが世の中に定着していくと、え、写真の日って作ったのってペンテルなんだ、へーっていう、そういう会話がまあ後々に起きてくるわけですよね。で、そこから話が膨らんでいくと、写真って最初に開発したのペンテルなんだよっていうね、そういう話になるじゃないですか。で、さらに言うと、
シャープペンシル開発したのってペンテルなんだよって言ってね、あ、ペンテルすげえなーっていうね、ペンテルがシャーペンにおいて確固たるね権力、まあ確固たるイニシアチブを持っているっていうことを、そのね、写真の日を制定したことでより強調させることができるわけですよ。戦国時代とか織田信長が年号を作るわけですよね。昭和とか平成とかそういう年号ですね、これから年号は天正とするみたいなね。そうすると、あ、年号を作ったっていうことはなんかすごい権力があるっていう、権力の象徴になるんですよね。織田信長様は年号を作られた、これはすごい権力を持つお方だっていうふうにね、あの世間に知らしめることができるわけですよ。それと同じような感じで、ペンテルは写真の日っていうね、それを制定したことでシャーペンにおいても確固たる地位をね確立することができるわけですよ。もう抜け目ないですよね。もうシャーペンシルを作ったのはペンテルだ、写真を作ったのはペンテルだっていうね、なんかもうそこのシャーペンとしてのシャーペンの業界としての地位ね、権力の強さをね確固たるものとして強調することができる。まあそういうところでこのねアインはすごい意味のある新作になったのかなっていうふうにね僕は思ってますね。うん、だからさすがペンテルっていうふうにね、ますますペンテル熱っていうのがねもう沸騰してきた感じしますよ。もう やっぱペンテルすごいやっていうふうにね、うん、そう思ったんですよね。うん、まあそういうペンテルのシャーペンの祖としてのプライドをすごい感じるわけですよね、これを見ると。でこのかっこよさね、もうこれもう男のダンディズムを感じさせるね、このね形もうかっこいい。これがでこの質感ね、このねパッケージの質感、もうこのね一度これ触ってみてください。このねプラスチックのね触り心地もねすっごいいいんですよね。うん、あ、プラスチックで思い出したけど、これねシャーシンってねこれプラスチックでできてるんですよね。まあ今までその鉛筆っていうのは、黒鉛に粘土を混ぜてたわけですけど、でもペンテルは黒鉛に樹脂ねプラスチックを混ぜることでこういう風にまっすぐなこういう細いね芯が作れることに気がつくわけですよ。そこからこのシャーシンというのが生まれたっていうことなんですよね。うん、まあその辺はペンテルのホームページに詳しく載ってます。まあそういうのを見るとペンテルいいね、さすがだねっていう風にね改めて思うわけですよ。で、使ってみました。これに入れて使ってみました。うん、使ってみたところね、今までのシュタインの芯がこれに入ってたわけですけど、この芯を入れ替えた瞬間、あ、違うっていうのは確かに感じます。うん、ちょっと感動を覚えるレベルで変わってましたね。写真を入れたばっかりのまだ全く片べりしてない状態で書いてみると違いが分かります。うん、あ、明らかにこれ変わったな、進化したなっていうのはね、まあ一言で言うと滑らかになったのかな。うん、片べりしてからはそれまでのシュタインの芯とそんなに変わりない。意識してもう比べてみると確かに違いはあるんですけど、何も意識してなかったら写真が変わったっていうのは気づかないかもしれない。でもちゃんと意識して使うと片べりしてない状態で使ってみると明らかに違いを感じます。音も違いますね。音、今までのシュタインだと結構ね高い音がしたんですよね、書いてる時に。まあその高い筆記音が結構僕好きだったんですけど、新しいアインはちょっと筆記音が音が低くなりましたね。うん、まあ僕は結構高い音の方が好きだったんで、まあシュタインの音の方が好きかなっていうふうに思ったんですけど、まあその音がちょっと低くなるぐらい、まあ滑らかになったっていうことですよね。そういう違いは感じましたね。まあでもバランスよくできてるなっていう風な感じにはなってます。結構ねシュタインの方がいいっていう人もいるような気がするんですよね。ちょっとシュタインの高い音ね、シュタインの筆記音の方が好きだっていう人もねいそうな気するんで、残んのかな。いや残んないですよね。おそらくシュタインは残らずこれからペンテルはこっちに移り変わっていくような気がしますね。うん、であのこういうオレンズね、オレンズに入れると違いがより分かります。オレンズのために最適化されたような芯になってるというふうにね
僕は感じたんですよ。うん、あのそれまでのシュタインに比べると筆記しやすくなりましたね、オレンズで。なんかペンテルのシャーペンの主力ってやっぱりオレンズなんで、オレンズに合わせてきたなっていう、なんかそういう印象も若干ありました。はい、というわけでね、今日はペンテルのなんと13年ぶりですよ、13年ぶりに新しくなった写真アインの紹介でした。ではまた。